炭治郎が言ってんな。僕ら3人でも勝てるんじゃ。うわ、こいつ調子乗ってる。白猫黒猫こいつも勝率カスのくせに調子乗ってる。いやこれは勝率ゴミカスやろうともに分からせなきゃいけないじゃないですか、神川さん。いやこれさ、もう普通にやろうぜ。普通に5対5で何の縛りもなくてボコしてもらおうぜ、これ神川に。でも神川いつもさ縛りがあってストレス溜まってるからさ、ここでうっぷん話してもらおうぜ。 OK、 でも1個だけルール追加するか、1個だけ雑誌やミュウツーだけ禁止にするか。雑誌やミュウツーいたらなんかつまんないから、普通に雑誌やミュウツーだけ禁止で、あとはボコしてもらおうか。さあ神川、勝率ゴミカス野郎を調子乗ってるから潰しちゃってください。さあ始まりました、勝率神川 vs 勝率ゴミ川、果たしてどっちが勝つの。イエーイ。いやこれもう分かりきってるけどな、絶対 100% 左側勝率神チームが勝つことは分かっていますけど、まあこれね、いつもこの左側は縛りを受けて、あの右側の勝率ゴミ川と戦ってるから多分ストレスが溜まってると思うんでね、ここで一丁鬱憤を晴らしてもらいましょうか。さあさあ、左側のチームは、ブドウを食べた選手がミュウですね。この選手のミュウはね本当にうまい。ブドウを食べた選手のミュウの空火がバチクソうまい。そしてヨク選手はゾロワークですね。こいつのゾロワークはゴリキャンができてクソうまいです。でピカソも本物はウーラスですね。こいつは殺戮マシーンです。そしてシカマル選手はカビゴンですね。まあ、シカマル選手はオールラウンダーで何でも使えて、カビゴンもバチクソうまいです。そしてサザエ選手はフーパいいですね。サザエさんはフーパもうまいんで、さあ左チームバランスはいいけど、右チームは果たして勝率ゴミ側、これもしかしたら学習装置ゼロではないか。おっとこれは勝率 48% 以下のゴミカス低能が出てるか。えこれでさ、学装マジでゼロだったらさ普通におもろいんだけど頭が悪すぎて最高に愛おしいぜお前ら、期待してるわ学装ゼロのこと。さあ始まりました、勝率神対勝率ゴミの真剣デスマッチが始まろうとしてます。待ってこれ止まってるな、 EV 止まってるから、ちょっと待ってカメラマンだから止めるわ。一回止めてちょっと戻ってきたら報告して、あれ始まったけど、やっぱ大丈夫か、始まっちゃったけどなんか勝手に EV 止まってたけど大丈夫、動いてる、あ OK 戻ってきた、ナイス。てかさ今気づいちゃった、気づいちゃったわー、祝い。右側学装ゼロで素晴らしいです。もうこの時点で勝率低いのかもう分かりますね。ガチでさ、勝率低いやつらってさ、自分が使いたいポケモンしか使わないでさ、なんかもう構成とか考えないんだよね、学装とか。さあそしてサザエ選手は火山に向かってます。さあこれは赤幕取ることができるか、中央右側中央、炭治郎選手赤幕を取っていく、偉いですね。さあここで黄金の実を出してさ、これ 1on1 勝てるのか、なんか負けそうですね。炭治郎選手には頑張ってほしいところだけど、右側安定のカジャンカバーゼロです、素晴らしい。マジで見ててさ楽しすぎるんだけど、勝率低い側ナイス、青バグ取っていく。なんか味方にさ、この勝率ゴミカス野郎来たらブチ切れるけど、なんか見てる分には最高におもろいわ。なんかもう頭が悪すぎて本当にもう愛おしくて仕方がない。ナイス、ここでホール使って帰っていきましたね。ここでピカチュウゾロワークが殺されていく。さあそして下レーンはピカサム選手のウーラオスが暴れてますね。これ右側チームウーラオスを止めることができるのか、ヤジロも食われてさ、右側さんにやってきたけどウーラオスに蹴り上げられて、キツソウさん強化攻撃でやられてからの一月も殺されていく、これはきついですね。さあ炭治郎選手もまだゴレベン慣れてなくてボコボコにされていく。いやこれは右側チームカジャンカバーに行かなかったことが悔やまれますね。そうなのに右チームの中央はまだゾロアークになっていないのに、左チームのゾロアークはちゃんとゴレベンになってる。さあこれはもうきついのではないか。さあカメールも殺せるか、ソーラービームで倒すことはできなかった。さあこれはウーラオスは中央に行ってますね。まあ下レーンは圧勝してるんで大丈夫そうですね。さあ右側のカメックスカメールがカジャンに行くと思いきや、なぜか中央をブラブラしてる。さこのゲームは散歩するゲームじゃないぞ、何をやってるこのカメックスは。なカメールブッシュ待機して体当たりしてそのまま自分のゴールに戻っていく。あーなんでこいつカジャンしないの、せっかくカジャンさできるのに。今やっぱりさ勝率 48% 以下にはカジャンという概念がないんでしょうね。マジでやばいなこれ。さあウーラウスも暴れてますね。これレベル差がひどいですね。右側の一月がまだ4レベル、これ学習装置がいない弊害が出てるでしょう、やばすぎるって。誰か一人ぐらい持てばいいのにさ。さあカメール倒していけるか、ピーカサマ選手のウーラウスがカメールを仕留めるよ。さ仕留めてちゃんとホールに戻って回復、こいつマジでうますぎるな今の動き。さあヘビモンナイス、ヘビモンからのソーラービームが突き刺さっていく。さあ右側チームすでにきついか、左側のゾラクが上に残っていたから右側は人数有利だったはずだけど押されてしまいましたね。さあこのソーラービームを打って、いやこうなったらもうやばいんじゃないか、もうこうなったらさ右、左側のチーム一生加算する未来しか見えないんだけど、こいつら一生さ左側戻
撮んないで右側の加担してそうなんだけど、これはもうグロテスク動画が流れそうさ。フーパーもゾロアクをキルしていく。えらいですね。いや右チームガチでレベルが低すぎる。えぐいな。左側チームサポタンもいるのにさ、サポタンにレベル負けてるぞ。さあウーラス殺戮マシンピカ様のウーラスが止まらない。これはさすがにきついか。カービコンカバーに来たけどカービコンも戸惑っている。ピカ様いつ戻るの、このフラスいつ戻るのって。カービコンもう困惑してます。さあちゃんとカービコンは逃げていく。さすがに突っ込みすぎないよウーラス。さあちゃんと逃げて、ゾロアクはもうほぼ6積みくらいできてそうですね。さあちゃんとホールがあるからホールを使って戻って、カービコンは戻るのか、戻ってますね。さあこれ戻って、さあカメールが待機してたけど全然大丈夫で、ミュウがゾロアクを貫いていく。このねミュウのソラビカマジでうますぎる。エイムがうますぎる。さあ左チームのゾロアクはユナイトを外したことによって棒立ちしていますね。まあ棒立ちしていても勝てるというほど余裕なんでしょう。さあだってもう173対31っていうもう100点差以上の差ついてるからね。いやーこれはもう顕著に差が出てますね。さあピカチュウゴール決めたけど、こいつは進撃かなんか持ってるのか。高いか6点積みに行ったけど、なんなんだ今の爆弾は。さあそして右側のギルガルダは一生上にいますね。ダンベル積んでんのかわかんないけど、レジェリキも削らないでずっと上にいる。さあそれは意味があるのか。お前が育って左側をまくり返すことができるのか。さあこれ12点入らない。そしてカメックスに進化した。これは多分ユナイトは上がっただろうけど、殺されたさ、ここのユナイト意味があるのかどうかわからない。ソラビで貫かれて殺されていく。今のユナイトちょっともったいない気がしますけど、さあゾロワークも暴れてますね左側の。いやーこれ止められないよもう。あギルガルドはちゃんと火山に行った。まあそれは偉いけどさ、自軍のセカンドゴール防衛した方がいいんじゃないか。さあゾロワークも突き進んでキルしていくね。さあミュウのソラビが刺さる刺さる。えぐいな。ちょっとギルガルド右側のギルガルドがちょっとえぐいのかもしれない。さあ強いヘビボンソラビが強すぎますね。さあもう負けに見ないか見れないわ左側。えぐいな。7人目が2人いるな右チーム。さあこっから逆転できればいいけど、ちゃんと安定のユナイト外していく。さすがですギルガルド。 48% はギルガルドのユナイト当てられるとは僕は思ってません。さあゾロワーク左側のゾロワーク、いやユナイトに捕まったけど、さあこっから逃げ切れるのか。ユナイト入って逃げてソラビが突き刺さる。マジでミュウがうまいんだけど、このミュウカバーも入るしさ、ちゃんとマップ見てるな。でソラビもさエイムも合ってるし、それに対してさ右側チームはマップ全然見てないしこれ、あーなんと右側チームがレジエレキじゃなくてレジスリル取りましたね。やっぱりさ右チーム勝率低いやつってさマップ見ないんだね。でも分かったわもう、これ何試合かさこいつらの試合を見て。さあカメックスが逃げてるけどソーラービームで貫いていく面白いですね。261対62、ほぼ200点差ついてますね。いやこれはもうまくり返す。あ炭治郎選手安定の一人ラッシュですね。さあこれもしかして取られたら先輩になるんじゃないか。炭治郎殺されてしまう。さあそしてあピカチュウもついでに殺されて、レジエリキもついでに取られていく。炭治郎これがあるからそんな一人でラッシュしちゃダメなんだって。さあこれはどうするか。上レジエリキ防ぐことができるのか右チーム。さあ下も攻められている。さあこれは人数分断されているけど、バックスインパクトがここで決まっていく。さあ上レーンはゾロワークさすがに入らなそうか。下レーン危ない。ナイスナイスナイスカバー、ナイスヘビボンでしたね今のは。ウーラスのピンチだったけど、さあ上レーンもなかなか入らない。いやこれは上レーン入らなそうですね。てかやっぱり俺が予想した通り左側チームずっと右側のカジャンしてますね。やっぱり上手いやつらってずっとカジャンしてるんだね。あだけどウーラスはちゃんと自軍カジャンして、おっとここでサザエ選手 A 弾勇気のユナイトを打って、さこれいいユナイトですね。上ゴール壊せればいいけどちょっときつそうか。エイフィは倒している。えらいえらい。しかもこれでウーラスも呼ぶことができましたね。うまい。今の判断はすごいですね。さあこれギルガルド一人はさすがにきついか。さあカビコのヘビボンからのソーラービーム、このコンビが強いヘビボンからのソーラービームが強すぎるな。誰も防げない。さあこれウーラス孤立してるけど大丈夫そうか。さあここで炭治郎ゾラクとユク選手のゾラクが一騎打ち、一騎打ちではないけど戦って、さあ炭治郎逃げ切れるか。あー逃げ切れない。炭治郎頑張れ、俺は炭治郎応援してるぞ。さあ上レーンもチルタイスを買って相手に経験値を与えない立ち回りしてますね。さあこれはこいつら一生、おーなんだこいつら舐めたプレイしてます。ヨク選手と鹿丸選手右側チームを舐め腐った動きしてますね。いやだけどこれもう勝てそうだけどな。てかフーパーがいるのもやっぱ強いわ。フーパーでさ戻るの強すぎる。回復できるのやっぱ強いな。さあガルドが一人で突っ込んだけどこれはきつそうか。さあゾロアークもユナイト入った。2分45秒でユナイト入った。これはゾロアークユナイトたまらないんじゃないか。さあガルドが一人で頑張っているけど逃げる逃げる。さあだけど12レベルになってますね。一人で上にずっと残ってたからさすがにレベルだけは高いけどそのまま殺されてしまう。だけど左チームの上レーンが壊されて、あなんとゾロワーク一人で削る。炭治郎いやその削りは意外といい削りなのかもしれないけどまだ10レベル確保。こいつ中央だったよね。中央だったのにまだ10レベルって低すぎる。さあ11レベルにやっと慣れたけど、さあここで一人削ってるのを狙われて殺されていく
マジでおもろいなこいつ。炭治郎の動き見てるだけで面白いわ。さあもう少し、あと10秒でレッグード戦が始まります。さあ右側チームはレッグード戦で覆すことができるのか。だけどレベル低いな。左側チーム14レベルと13レベルいるのに、右側チームは最高で12レベル。さあこれはどうするか。ラッシュしてるね。おっとこれは先生服かラスヒ勝負に持ち込んでくれてる。これは左チームの温情でラスヒ勝負に持ってってくれてるぞ。ユナイトハークの早くないかカメクス。さあこれは左チームラスヒ取っていく。えらい。右側チームラスヒ頑張ってほしかったな。せっかくさわざわざさ勝ってるのにラッシュしてくれたのに。せっかく勝てるチャンスがあったのに、これはなめ腐ってますね左側チーム。さあこっから逆転することはもうきついんじゃないか。おい頑張ってくれよもっと。右側チームレベル低すぎるって。12レベルしかいないの。ねえねえねえ、中央ゾロアーク11レベルだしさ。さあこれはカメックスもちゃんと仕留めていく。いやもうてか降参しないのか。右側チームもう降参してよ。もうお前らがボコボコにしてるとこ見てらんないよ。あーソーラービームが突き刺さって、あー炭治郎も殺されて、もうこれはもう虐殺だよ。リタイアしてお願いだから。ミュウが上手すぎるマジで。お願いだから降参してよ。もう見てられないって。ほら左チームもう煽り出したって。これもう見てらんない見てらんない。なんでこいつら交差しないんだよ。もう交差しろって。もうお前らがさ、こっから逆転できるのはもう 0%。 こっから左チーム誰も落とせないんじゃないこのまま。あ、ちゃんとクーパーで戻ってさあこれはもうグロテスク映像がこれから流れますね。いや僕やっぱり勝率 55% 以上とさ 48% 以下ってここまで差が出るんだな。まあ、そもそも右側チームタンクじゃなくてあれかサポートがいないから回復ないし、学装もゼロっていうね。ピカチュウ学装持ってもいいのにな。あー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 、てかカメックスでも学装持ってもいいのにかわいそう。ああちょっと期待してたのに、 48% 以下が 55% 以上に勝てることをちょっとだけ願ってたのに、もう結果はもうこの通り941対186で、もうやばすぎる。惨殺されてる。だってもうとか右側だけさ、なんかソロラインやってたもん。カジャンカバーいかない、サポートいない、学習装置いない。おいおい、これソロラインじゃねえぞ。カスタムなのによ、なんでこんなゴミみたいなことになるんだよ。やっぱり自我持ちすぎだな。 48% 以下はもう結果丸分かりだったわ。いやでもまあまあ面白かったわ。いい検証結果、やっぱり 55% 以上には勝てない。 48% 以下は。さあ結果は左チームの圧勝だったけど、どれくらいダメージ出てんだろう。割と結構出てそうだよな。さあ961対186、17キル、15キル、18キル、えぐい。お炭治郎0キルじゃねえかよ中央で。やばすぎる0キル1足は。ああ、10万10万2万5万13万、ああもうこれはグロテスクです。いやーまあまあ、だけどね、お前らみたいに勝率が低いやつがいるからこの動画面白くなってるから、もうお前らはねあれだよ、ポケモンユナイト界のもう卵だよ。もう俺が優しく保護するわ。お前ら本当に見てて面白いわ。まあ仲間には絶対来てほしくないけどな。まあいい試合だったわ。ありがとう、ナイスファイト。